光るシャープペンの芯。シャープペンの芯を電子レンジに入れて加熱すると光ります。ちなみにそんなことをするのは人生ではまずありえませんね。皆さんこんばっは。バッハというのはドイツ語なんです。ドイツ語で小川という意味です。日本人も小川さんって結構いますね。結構バッハ、平凡な名前です。リカちゃん人形を舐めたいんですけどもどうしましょう？リカちゃん人形は舐めるのはやめましょう。それは変態です。リカちゃん人形の足は舐めると異常に苦いようになっております。これは子供の誤飲を防ぐために苦くなっております。ちなみに大人が舐めてもものすごい苦いです。そう言っておきながら私は舐めたことはまだありません。ベトナム語では、鳩はチンポコと言います。では、鳩ポッポをベトナム語で歌ってみましょう。ポッポッポ、チンポコ。リンゴの雑学です。中世ヨーロッパでは、女性が男性に告白する際に、脇にリンゴを挟み込み、脇の匂いを染み込ませたものを渡す習慣がありました。男性がそのリンゴを女性の目の前でかじれば告白成功となるんです。脇がだったらどうするんだよ。おしっこについての雑学です。成人男性のおしっこは出してから2センチメートルのところで180度回転しております。これってスローモーションカメラで見た人いるんですかね。野口英世大先生についての雑学です。野口英世大先生は自分の自伝を読んで、あんなのは作り話だよと吐き捨てました。実際のところは、せっかくもらった研究資金を芸者遊びにつぎ込んだり、禁煙の研究室で堂々と喫煙するなど、ルールを守らず、同僚からは嫌われていたり、いろいろクズエピソードが多いんです。あの世界的に有名な絵画のピカソ大先生もかなりのクズだったらしいですね。人からクズだと言われても自分を信じて貫いた人たちは結構偉人たちで多いです。ルパン三世。ルパン三世と銭形刑事は同じ大学の先輩後輩なんです。ちなみに藤子ちゃんも同じ大学だったんです。赤ちゃんにまつわる話です。母親から出るお乳は母乳と言います。
赤ちゃんから出るお乳は魔乳と言います。由来は魔女が作る薬の材料にされていたという迷信から来ております。赤ちゃんからお乳が出るかーい。動物のサイの角の話です。サイの角、一見見ると鹿や象などの牙みたいに見えますよね。あれ実は牙なんかじゃないんです。毛が単純に汚く固まってるだけなんです。固まって立ってるだけなんです。毛だから折れてもすぐに生えてきます。虫のアリに関する話です。アリ、地上にいるアリはすべておばあさんなんです。若いアリはすべて巣の中で働いております。またオスは女王アリと交尾をするためだけに生きておるのでございます。私も交尾をするためだけに生きていたいのでございます。日付に関する話です。4月4日と6月6日と8月8日と10月10日と12月12日は毎年すべて同じ曜日になります。これは永久に変わることはございません。人工呼吸を練習するための人形。人工呼吸を練習する人形の中には、生徒にやる気を出させるために、ありがとうと喋るものもあります。素敵だわという喋るものもございます。ちなみにこれ一体400万円以上もします。高いね。ことわざに関する話です。男は度胸、女は愛嬌。これには続きがあり、坊主はお経と言います。男は度胸、女は愛嬌、坊主はお経。江戸時代に度胸のない男や愛嬌のない女、そしてお経が読めないお坊さんもたくさんいたことからこの言葉ができました。剣道にまつわる話です。剣道の試合で一本と一本を取って勝った後にガッツポーズをするとその勝ちが取り消しになってしまうんです。これは礼儀を重んじるためなんです。このガッツポーズはガッツ石松さんが開発したものです。ボクシングの勝った試合後に何気にポーズを取ったのがガッツポーズと今も伝えられております。男性諸君の皆さん、朝立ちをしておりますか？朝立ち、政治家が出勤途中の人に演説をすることを朝立ちと呼ぶんです。
別にチンチンが立ってることを言ってるわけではありません。石川啄木は高校の時にカンニングがバレて退学になっております。しかも2回もやっております。何やってんだよ。新聞記者の話です。新聞記者は昔現場から原稿を伝書鳩で送っていたんです。たまに鳩が間違えて違う新聞社に行ってしまうアホな鳩もおりました。ジョギングにまつわる話です。健康に良いと言われるジョギングなんですけども、これを最初に提唱したお方、ジェイムス F フェニックスさん、この方はジョギングを提唱したんですけれども、ジョギング中に亡くなっているんです。命がけで提唱してくれております。桃から生まれた桃太郎、桃太郎のもともとの文献では、桃太郎は桃から生まれたのではなく、桃を食べて若返ったおじいさんとおばあさんの間に生まれたことになっているんです。これは知らないままの方が良かったですね。真珠のお話です。真珠はアコヤ貝から取れることで知られております。実はアサリからも取れるんです。その確率は1万分の1。ちなみにこのアサリから取れた真珠は宝石としての価値は1円もありません。マクドナルドの話です。関西人はマクドナルドのことをマクドと呼びますけども、フランス人もマクドと呼びます。つまり関西人はフランス人なんです。不良にまつわるお話です。グレルの語源はハマグリです。平安時代にハマグリの貝殻を使って遊ぶ神経衰弱がありました。違う貝殻を選ぶと大きさがずれ、その状態をグリハマと言いました。これがなまりグレハマになり、グレルとなりました。ピーターラビットのお話です。ピーターラビットのお父さんは人間にパイにされた設定になっております。うなぎパイならぬうさぎパイです。宇宙、地上から宇宙までの距離は東京から熱海間とほぼ同じです。富士山。第二次世界大戦中、アメリカは日本人の士気を下げるために富士山をペンキで赤くするという作戦を考えておりました。
しかし、あまりにも大量のペンキを使うことが分かったため、これは中止になりました。ちびまる子ちゃん。ちびまる子ちゃんの声優のたらこさんは、たらこを食べて食中毒になったことがあるんです。近藤勇。新選組の近藤勇は、三人いた花嫁候補の中から、あえて一番ブスな女性を選びました。道場の門下生たちを惑わさないようにそうしました。ちなみに奥さんもそのことを知っているんです。幸せ。幸せを早口で言うと、いらっしゃいませに聞こえます。幸せ。幸せ。いらっしゃいませ。幸せ。音の専門家曰く、これほどまでに音の周波数が似ることはないとのことなんです。男性の思春期の定義。男性の思春期は医学的に金玉の容量が4ミリリットルを超えた時点と定義されております。これはちなみにうずらの卵と同じ大きさの金玉です。江戸川乱歩。有名推理小説作家江戸川乱歩は、悪霊という作品の結末を思いつくことができず、紙面で読者に謝罪したことがあります。これまさに意外な結果でした。ティラノサウルス。ティラノサウルスの骨を調べると、痛風の症状が見つけられます。原因は肉の食べ過ぎだったんです。面白い。面白いという言葉の反対で、面黒いという言葉があります。ブラックホールという言葉の反対で、ホワイトホールという言葉もあります。世の中で硬いと言われる評判のダイヤモンドなんですけれども、これはトンカチで普通に割れちゃうんです。お試しください。忠犬ハチ公。忠犬ハチ公は飼い主を待っていたことで有名になりましたが、話が広がるまでは何度も野犬狩りで捕まっておりました。ネバーランド。ピーターパンのいる世界ネバーランドには子供しかおりません。実は成長してしまった子供をピーターパンが殺しているだけなんです。怖い話なんです。学校の校長先生。学校の校長先生のお話にはマニュアルが存在します。日本の
校長先生の約8割がマニュアルを使ってお話をしております。ガードレール、ガードレールの隅の丸まっている部分の名前は袖ビームなんです。千葉の浦安にありますディズニーランド、正しくはディズニーランドと言います。決してネズミーランドではございません。道路の T 字路、この T 字路、正しくは T 字路と言います。救急車を呼ぼうか迷ってる方は救急安心センターシャープ7119へダイヤルしてください。小さなお子様、急な発熱引きつけなどでお困りの方はシャープ8000番をダイヤルしてください。